ご紹介したい方が、吉田さんと、大村さん、こちらに見えてますんで、ぜひとも、番組の方に参加してもらいましょうということで、今日はね、とりあえずこれからお店の中を回って買い物をしながら、もしくはね、いろいろなあの花をね、見てみて、それで、中を散策してみたいと思います。よろしくお願いします。もしよかったら自己紹介でもしてもらえる。どうぞ。よしよしの妻です。よろしくお願いします。はい、はい、よろしくお願いします。よしよしさん、レモン何本ぐらい育ててらっしゃるんですか？11本。病気ですね。11本もすごいな。重ねてんのはリノか、うん、だけですか。あとは最後に買ったのがなんとかレモンレモネード。レモンレモネード、はいはいはい。大体ね、柑橘やってる人ってハマっちゃいますよね。いっぱいやって、私パソコンがちょっと不得意なんで、はい、こういう状態でハモグリにやられたのがこう茶色くなってきたら、これはもう取っちゃって、取っちゃった方がいいですか？取っちゃった方がいいですね。うんうん、取ったんですけど、うん、もう、うん、結構ハモグリはね、あの取っちゃっても何ら影響ないんで、うん、で、あの見た目が汚らしいだけ、うん、はい、大概あのハモグリ気づいた時ってもう中にいないんですよ。遅い。ですから取っちゃうだけで大丈夫です、はい、である程度春にきちっと剪定してもらえば、はい、新しい葉っぱバーッと出ますから大丈夫です。結構勝手に落ちるパターンもあるみたいなんですけれど、うんうんうん、あの自分で取っちゃってもいいって。ああ、そうです、はい、全然大丈夫です、問題ないです。わかりました、ありがとうございます。写真を、最初は花が好きで花をいっぱいやってたんです、はいはい、で肥料はあるんですが、うん、肥料の賞味期限というか、うん、使用期限、とりあえず大丈夫です。大丈夫ですか？肥料は2019年とかの油かすがあったんですけど、大丈夫です。ダメだったら今日買っていこうと思ったんですけど、うん、使いますよ。使えるんですか？結局そのもの自体がダメになるというよりも発酵するだけなんで、あ、全然大丈夫です。あ、大丈夫なんですか？はい、ありがとうございます。柑橘系と資材系がいっぱいあるんで、はい、あの中見てますか？まだ見てないです。これからです。これから見て、でお買い物していこうと思ってるんですけど、なんかね、こういう生産者さんに元の感じだから、同じようなものがあちこちにもあります。ここレモンは、だから結局身にもならないし、あのこうあの不織あの布でこうやっても結局ダメなのかなみたいな、葉っぱがやっぱ出るだけで終わっちゃう。花も咲かないです。咲かない。ああ、じゃあ剪定だ。一番の原因は多分剪定です。なので、路地にあの地植えにしちゃうとやっぱ目が行き届かないんで、うん、だから今度はちょっと鉢で近くで、はいはいはい、もう本当に今、うん、アゲハチョウの卵ですら、うんうん、外に置いちゃうと見えなくて、はいはいはい、あのやっぱ鉢でこうやって見た方がちょっとすごく手がつけられるかなと思って、鉢植えの、そう、鉢植えだと結構あの、気が回るんで、水をつけるのは割と簡単なんですね。ただあの油かすとか使ってしまうと小映えが出るじゃないですか、で室内に置くのは嫌がる人も結構多いです。ですから室内に置く場合には化成肥料を使うようにした方がいいし、まあ、実をうんと取りたいんであれば有機肥料なんで油かすどんどん上げてあげないとダメなんですね、うん、こんなに上げちゃっていいのぐらい上げても大丈夫なんですよ。10鉢すごいですよね。なかなかね、10鉢やってる人少ないですよ。あ、そうですか。場所ばっか取っちゃってね。取りますね。結構、水のところって、風がすごいんですよ。だからもう、すごい時なんかどう大丈夫かなと思うんですけど、うん、結構あの、割と大丈夫なのは、びっくりしました。北風に当てなければ。あ、表に鉢を置きっぱなしでも結構してます。北側に大丈夫なんですかね。建物の本当は柑橘類、黄色いものっていうのは西側に植えればいいんですけど、あの風水的に
だけど南側に、建物の南側に植えると結構こう波が取れます。今回なのか、それがいいんですかね。だから身が乗ってるんですかね。身が乗るんでしたら、発酵油かす。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 でそこに巻いてで土を殺しといてあげる。ふんすればふんと違います。早速やります。そこにすごい大きいオリーブの木もありますよ。お、はい、原木ですね。はい、オリーブの原木。なんかね、前来た時あとなんだっけ、コウモリラン、うんうん、すごい大きいのとか、はいはいはい、あんまりよそで見ないものもあっちの側とかにありました、うん、グリーンでゴーにあるぐらいな原木だね。あとこの間はね、ここら辺にマンゴーがいっぱいあったんですけど、それはもうバサバサです。ない。はい、ないみたいです。見ると買いたくなっちゃうからね。でも見た方がいいですよ。早く見た方がいい。買わせようとしてるでしょ。オリーブでございます。そうね。あー、パイナップル見て、かわいい。パイナップルかわいい。ヒデさん、これかわいいね。え、ちょっとこれは、はい、メミさんちお買い上げです。うちもパイナップル取らせてるから。これかわいいよ。うちあれもあるんですよ。ほっくり足。ほっくり足？あそこにいるでしょ。まあ、これそれも部屋の中にいるんですよ。あれ、うん、あれ、あんな大きいやつ？あれの半分ぐらい。でも部屋の中にいるんだ。さすがヒデさんの家。あれなんですか？あれバナナみたいな。バナナ、バナナ。バナナ？すごい。あ、ほら、ヒデさん見てこれ。あ、思い出す。これすごくないですか？すごいね、これ。はい、板付け。すごい。ヒデさん、今日これお買い上げ。これダメでしょ。お買い上げダメでしょ。いいね。バナナも大きい。これうちでやる。ゆうこさんは何かお買い上げするのないの？ないの。ゆうこさん無言、今日無言なんですよ。無言しない。じゃあ大村さんとこにもちょっと押し付けてみようか。それお買い上げですよみたいな。これお茶。いや、すごい。なんかこう、いるだけでも楽しくなるようなお店だからね。結構この近くの人はいいよね。はい、本当、うん、パイナップル科ですって。でも実はなんないんですよね。へー、面白い、うん、なんかこれナッツですか？マカダミアナッツ、何これ？ステルスハーバー。いや、マカダミアじゃないでしょ。いやいや、興味はあるんです。私そば全然食べてないんですけど。ありますよね。すごい興味あって今は食べてるんですけど。大好きな。ヒデさん、ほら、これもヒデさんと合うかも。いや、ちょっと大きい。ちょっと大きい。普通の答えだった、うん、もう、うち玄関にあれ、大谷渡りが鎮座しちゃってるから。あ、玄関に、うん、すごい。あ、またパイナップル。はい、はい、めめさん、お買い上げ。またうん、お買い上げで。いかがでしょう。いいですね、うん、色も綺麗。安いよね、これ2000円だって。本当だ。いや、ダメダメ。他のも見ないと。安いよ、でも今でもパイナップル育ててるんですよ、はいはい、まだこんなちっちゃいの。え、花じゃないの？
花ですよね。本当だ、花です。花が、うん、オージープランツですね、はい、ゴミとかゴミじゃない、ゴミじゃない、これ花、これつぼみ、これほら、あ、そうですね、つぼみ、これがドライフラワーにするやつですかね。そうそうそうですよね、なんですよ、プロテアでしたっけ、なんか大きいね、こういう、はい、ピンク色になったりしてますね。ね、やっぱみんな興味持つ。これ2000円ね。あ、本当ですか。でも絶対無理ですか。ここからやってみたんですけど、絶対ダメですよ。今ここからやってると水耕栽培します。水耕でやったらみんな最初水耕栽培やって、うん、これにあのやり方あるんですよ。こうバツッキーじゃないですか。もいじゃったらいいんだけど、もいじゃったらこの下の葉っぱあるでしょ。この下の葉っぱを3列ぐらい取らなくちゃいけない。そうすると根がちっちゃい根が出てるので、これを水耕栽培とは食べる。下に実がどうしてもついちゃうんですけど、あとね、なんか、なんかこうやった時にこうやって、うん、この下のあれが、うん、なんか取っちゃったらいいですね。それも切っちゃった方がいいですね。なんか耳でもちょっと残りますもんね。そう、残ったのでそこがぐちゃぐちゃになっちゃうんで。え、水でやってる間にも腐っちゃう。そうなんだ。あ、そうなんだ。この上からが腐り出しちゃったりとか。ああ、そうか。それから水毎日。タイミングもあるかもしれないですね。うん。時期にもよるかもしれない。いいとこまで行っても、はい、最後ここで白くなって、なんか腐って、もうやらない。あ、ピンクレモネード。うん、ピンクレモネード、それお買い得でしょ。いいっすよ。欲しくなるから近寄らないって言ってた。最後、私これを育ててたんですよ。それはこれかわいい、かわいい、カラタチ、カラタチ後で知ったんですけど、ね、これを育てて、これはもう元に来ちゃってくださいね、パチって、必ず、もういないんですけど、はい、これをあの挿し木にしてレモンを復活するようにと思ったけど、あ、ダメですね。あ、違う。なんかね、グリーンも。うん、このね、うん、ちょりちょりになってる方は、うん、いかにうまく育てられるか。うん。でもこれくらいの太いの買っちゃった方がいいですよ。うん、1年でこの性の違い出ないですからね。2年ぐらいかかりますからね。はい、シードレス、シードレスのこれはね、うん、これはね、この辺で切っちゃった方がいいですね。こういうやつ、うん、こういうやつ買うじゃないですか、はい、こういうやつ買ったらば必ずねこれに来ちゃうんですよ、これでパチンって。で、この枝がバーッと大きくなるんで、それで回心子線形ってできるんですよ。これこのまま伸ばすと今度上しか大きくならないで、これ小さいままですから、で必ずこの辺でパチンって切らない。切ったやつ座って選んで何かお買い上げですね。そうですね、適心はした方がいいですね。海進自然系を作りたいんであれば、あのすぐに実を取らないっていう考えで、あの枝を作っておくんです。うちの今今年はあまり実ついてないですよ、ほとんど。そのぐらい海進自然系になってるんで、どん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 、だ後で実がついた時が面白いんですよ。レモン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 ってつくような気ができるから、大丈夫ですか、ゆうこさん。目が回った。水になってきた。大丈夫だ。こっちはだから、はい、ね、日本やっぱり育てなくちゃいけないっていうのがありますよね。でもじゃあこれフィンガーライム売ればその値段ぐらいになるんですね。これがもっとなんか色変わる。このまま
ど、これはどうなの？いや、大きくなるけども、そんなに色変わらないです。あ、この下のようなイエローって書いてある。中がじゃあ黄色いやつ、ね、そうですね。グレープフルーツ、グレープフルーツ、ウィリーレモンだって。うん、ビークレモンでそれをお買い得ですよ。欲しくなるから近寄らないって言ってた。最後私これを育ててたんですよ。これかわいいかわいいって後で知ったんですけど、これを育てて、これはもう元に来ちゃったじゃないですか。もういないんですけど、これを挿し木にしてレモンが復活するようにと思って。で、この枝がバーッと大きくなるんで、それで回心自然形できるんですよ。これこのまま伸ばすと今度上しか大きくならないで、これ小さいままですから、必ずこの辺でパチンと切るんです。そうですね、摘心はした方がいいですね。回心自然形を作りたいんであれば、すぐに実を取らないっていう考えで枝を作ってる。うちの今今年はあまり実ついてないですよ、ほとんど。その間に回心自然形になってるんで、うん、どん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 。で、後で実がついた時は面白いから、うん、レモン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 ってつくような気がするから。これも来ちゃってで、その下の、はい、花たちが、うん、根元でピッチが落としていた、うん、これが良さそう。この辺がね、貧弱になってなければいいんですよ。あ、下がね、うん、すんなり結合されてれば、はい、こんな形で綺麗についててくれれば、そんでなおかつこれが太い方が、あ、ちょっとこれだと後々から枯れが入っちゃう場合があるんで、こっちの方が良さそうですね。うん、だから自分はそんな気がしますね。じゃあこれにしましょう。はい、買いね。はい、買ってる。今吉吉さんも決まったんで。吉吉さんもやっぱ決めちゃいましたね。見て見て見て、やっぱりそのさっきの選び方は絶対買うなと思って。あの苗の見方はもう絶対買っちゃうね。ピンクレモネードレモンで、はい、ピンクレモネードレモン、まあ、目とそこら辺で切った方がいいですね。このタグあたりで、ピンクレモネードレモン、あ、粗みたいね、12種類管理されちゃってますよ。優しいからニコニコして、もう今日乾き満点に来てますもんね。そうですよ、せっかくだからなんかいい出会いをと思って。確かに、はい、あとは大村さんですね。大村さん何行くんでしょうみたいなね。大村さんいつでも来れますよね。いや、大村さん多分ね、最短大村さん多分これ、私もそう思います。これ先生限定、そう、先生限定を教わって。だいぶ太いですね。太いですよ、これ。枝もいっぱい。
で安いですよ、産休なんですもん。妖精されていますか。これって、うん、もうここまで出しちゃった。これと、これはこれってどうなんですか。これ、これ穴、あ、これが、これは大丈夫。大丈夫なんですか。なんか穴あるんですか。穴、枝がそこから出てこれこっから、うん、こっから落として落として落としちゃえばだよ。ガールでも私もアイロン決めないかなとか。そう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 、でも心配ならば、ほじ、あ、少しあの汚れほじくって木工ボンド貼っちゃえばいいですよ。ああ、塞いでればいい。いや、木工ボンドじゃなくてもあれ、あの薬ルートも覚えたし、あるよね。ね、でもなぜかあの買い忘れたと思って2本も今あるんですよ。この辺で これいらないですよね。いります。いります？ここからこうですよ。うん、こっちをじゃあやめる？いや、これ2本残しといて。これ交差してていいんですか？交差してで、ここら辺で落としてここら辺で落として、こっちはこの辺で落として。私、ここから行っちゃおうかと思ったんですよ、最初。これはちょっと。これは残して、なんでかっていうとね、これまだ出る可能性、こっちとこれがいるじゃないですか。場合によってはこの2本が生きていくんで、後でこう切れるから、いくらでも。先生と相談しながら選べるってすごいですね。その場で分かってね。よくゆうこさん汗一つかいてなくて暑いです。汗だらだらですよ。暑いです。暑い。これはこのままですね。じわっと汗が出る。だいたいこの高さぐらいにコンパクトにこの辺でまとめちゃう。この高さぐらいでまとめていけば。これ何をかやね。これはですね、ヘーゼルナッツです。ナッツ？ちょっと興味あったの前から。はい。ヘーゼルナッツ。それを買ってみます。はい。いつくらいで実がなってくるんですか。この、まあ、結構かかりそうです。そうだよね。そうだよね。でも、まあ、素人目から見てもなんかちょっと、ね、これいつ実になるのって気がする。どう枝がまた出てくるのみたいな、ね、でもこれ見てください。なんかこれお花っぽくないですか。あ、本当だ。なんかわかんないけど、あ、すごいあの頼りない感じだけど、ナッツだって。両手塞がなくていいのかな。いや、まだまだまだですよ。まだ見ますよ。なんか間違って違うってこと言いそう。これはここですよね、葉っぱの上。あ、もうちょっと上。いや、これを基準に、この一本中で短いやつを基準に、これと同じ高さで切っちゃって、この辺に切っちゃって、でこれと同じくこの辺とこの辺と、でこの辺で切っちゃって、あっちも見て、これは6号鉢ぐらいですかね。8張ってかないと。7だね。7。うん、じゃあ、八ぐらいの八。10入れちゃうと来年身につかないです。早く入りますよね。うん、だからワンサイズだけアップしてもらえれば。すごいそのね、今見合ったからかもしれない。受け取ってこのもうびちゃびちゃだけど、いや、このままでいいでしょ。この葉っぱを取るぐらいで、このままポンと抜くじゃないですか。ポンと抜いてポンと入れれば。で、これ、今植えなくていいですよ。来年の3月。このままで今いい。このままで。このままで来年の3月まで育ててもらって、来年3月になったら、ワンサイズアップで植え替えてもらえれば十分。っていうのは、これ苦しめといて、来年の3月、までこれ今受け替えちゃうと来年の3月に栄養成長しちゃうんですよ。体を大きくしようって成長が始まっちゃうんで、そうじゃなくて生殖成長って子孫残さないといけないんだっていう状態を保たせるのに窮屈にしてる。窮屈にしとくとこのままだと自分の命が危ないと思って花つけて見つけるから、うん、でも3月までっていうか、いや、このままで3月で大丈夫です。このままで、うん、ドンと置いてきたけど、うん、だからその栄養成長と生殖成長の違いがわからないと、いつになっても花が咲かない。レモンの木のさん、どん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 大きくなるんで、はい、生き返り一生懸命してるんですよ、はい、大きくなるんですよ、花咲かないんですよ、ですよねっていう話になっちゃう。グランドね、グラウンドはちっちゃいですか。実がいっぱいついてますけど、いや、実そんなちっちゃくないですよ。普通のレモンぐらいになりますよ。あー、ついてるの見たら欲しくなっちゃうね。
ピーついてましたね。出しますか？旦那、出してきて。気をつけてね、手前の。手前のでいいから。あ、手前から出してください。はい。カゴごと出さないと無理でしょ。バサッと。あ、カゴ出る？うん、これ持てる？これ。あ、持てないです。なんか蛇腹についてるから。あ、じゃあダメだ。よっかってるから。お、見つけてきた、なんか。一生懸命かき分けしてなんかやってると思って。今、イチジク。おぉ、イチジク。おぉ、こんな小さくてもう実になってるの、ね、なってますね。でも暑いです。暑いと呼んでたね、はい。入ってこないもんね。はい、そこから出れないのに、なんかどっか行っちゃったと思ったら出れた。一生懸命。大丈夫ですか？そうそう。私中にいました、今。今ちょっと必死に探してます。ね、これも一緒、これはまた違うんですか？ほら。種類が違うの？種類が、そう。いろいろある。いろいろある。チジクも種類があるんですよ。そうなんですよ。チジク結構いっぱい種類あるんですよ。へぇ。はい、磯田申します。あ、すいません。今年からレモン栽培始めたんですか。はい。で、ヒゲさんのチャンネルにたどり着いて、で今日来るっていうのは分かったんです。あ、そうなんですか。はい、あ、じゃあ後でせっかくなんで写真あげます。皆さんに一個ずつあげてるんですよ、今日。今日来られた方までしか物ないんで。レモン見てきたんですけど、はい、なんかあんまり葉っぱの調子が良くないというか、うん、これ表に置いてあって今虫に疲れちゃったじゃないですか、うん、で自分の家でちゃんと栽培するのに駆除してあげれば葉っぱすぐ戻りますから、はい、黄色っぽくなってる葉っぱって肥料不足ですか？肥料不足、うん、もうほとんど肥料、あの斑入りのピンクレモネード、はいはい、あれ復活します？なんかいろんな調子悪くなったからどうかな。あ、大丈夫ですよ。さっき吉吉さんも買われたんで、今日吉吉さんとあと大村さんって2家族来られてるんですやはり、はい、うん、で吉吉さんがピンクレモネード欲しいなって言うから、あ、これでいいですよって、さっき勧めてあげて、あ、じゃあこれ買いますって、もう取ってカゴに載せてまして。あとリノカも欲しかったんですけど、はいはい、リノカも あったでしょ。ありました、うん、あれも悪くないんじゃないかな。そうですか、うん、要はきちっと摘心をしてあげれば。あ、車ってのは何ですか？葉っぱが車の先端の方が車ってたんですけど、あれかな、絵描き虫かもしれない。じゃあ見てみましょうか。あ、はい、行って、はい、イチジクを必死で見ている。ちょっとね、今木見てあげました。
持っているのはこれ、もしくはパッと見ているのは日本かな、日本が見てで、仮にこういうのだったらば買ったら、あ、来年の春これ飛ばしてる鉢植え切っちゃえば下から入れてますから、でこのまま皆さん分からずに伸ばしちゃうんですよ、はい、このまま伸ばしちゃうと下に枝が出ないで、ここから上にみんな枝出ちゃうんですよ、ちょっと不格好な木になってしまうので、この辺で切ってもらうことによって最新自然系の木が出来上がります。来年切る、来年春ぐらい、でもその年はもう花はつかないですね、うん、まあ、今年の9月に切ってもいいですよ、そうすれば来年の3月に枝出始めるので、それでもいいです、ね、でそういうふうに切ることによって、じゃあどういう木ができるか、こういう木ができるというのは、下の方でこう切ることによって低い位置からこうやって枝が出てくる、でこれサイパンなんだけど、うん、さっきあの大村さんのサイパン1本買われましたよ、ここにあったやつ、あ、そうそう、どれいいですかって、これって言って、でこれがこれだったんですよ、うんうん、でこれが実がついてるからこれが言ってたんだけど、片側ないからこれやめた方がいいって言ったんですよ、でこれだったらここにちょっと枯れが入っちゃってるんで、さっきそっちを勧めたんだけど、これもこうきれいに処理してあげて、あのトップジンエムを塗っておけば、はい、全然大丈夫、ピンクレモネードは、ピンクレモネードでこれを購入するとして、やはり同じですね、見方は同じ、こう見てもらって、これかな、いいのはこういうの買うじゃないですか、こっちの方がそっちの方が、こっちの方がまだいいですね、これはこれはカラタチなんていらないですから切っちゃって、でこれはこの辺から切りました、もしくはみんな細めですもんね、これならいいかな、秋芽っていうのは今夏芽ですか、今夏芽です、夏芽、うん、夏芽も貯金して切っても秋芽でできます、出ます、うん、で夏芽って出始めた時に燃えちゃってるんですよ、もう柔らかいうちに、はい、で切ってもいいですし、で木をただ大きくしたいんであれば夏目育てちゃってもいいんですけど、来年の春あんまりつかないんですよ、花がなく夏目だったら、ね、春芽、要は春に出た芽を伸ばして、で翌年またその春芽から春芽が出るようにって仕向けてあげる方が花はいっぱい、夏芽とか秋芽ってのはあまり期待しない、夏芽は木を大きくするたびに残しておくぐらいで、秋芽はもうほぼ実はつかないです、うん、でもこれお安いですか、あ、そうです、
育てて実がたくさんなるからかなり価値のあるピンクレモンでして、それ割り楽ですね、夏は水やりが死んでしまうなと思います。竹チップ、この区間はレモン の, あの好む弱酸性にはならないので木炭はやめてください。で、竹チップで、竹チップっていうのはあの微生物、地上研究微生物の他にあのミネラル分が多いんです。非常にで植物ってミネラル分も必要とするんで竹チップを使い始めたんです。竹チップってネットでしか買えないです。いや、置いてあるとこもありますけど、うん、ネットの方が間違いないです、うん、あれはいいでしょ、使ってみて、うん、であれと肥料表に置いておけるんであればあれと発酵油などを使ってあげた方が、うん、レモンの成長はすごくいいですね。あのね、この油かすって、うん、使ってると土の表面カチカチになります。いや、幾分になりますよね、うん、で、土に2ヶ月後にあげるときに一回取っちゃうんですよ。一回その固まっちゃって溶け出したやつを取ってしまって新しいのまた入れる、うん、大丈夫です。室内で大丈夫です、うん、大丈夫です。室内で大丈夫で、これ葉っぱがね22枚ぐらいつくと、はい、ここから芯からつぼみ出てくるんです。へえ、今何枚10枚以上つくんですか。うん、あ、もうちょっと多分あと1年半か2年かかります。あ、意外とかかる。うん、だから3年目ぐらいで実が取れるんで、で実が取れるまでにここから子供が出てくるから、はいはいはい、で実がついたらもうそれって終わりなんですよ。あと子供を増やすよ、これ。うん、これを切っちゃって、うんうん、子供をさらにこう育てていく。え？そうそう、だけど面白いね。こういうのいいやつが違う。うちのチャンネルでね、あの第一第三の土曜日に夜ライブよく遊びに来てくれた。今日のもあげさせていただいて。後でうちの案内してあげますから。まだいいのか、お買い物する。いや、大体もう自分9時半ぐらいに切っちゃった。さっき切ってびっくりしました。そんなに謙虚な人なんだろう。撮影中だから悪いと思って違う。でも大体もう下見は済んで、はい、もうあと選んでもらおうみたいな。素晴らしい準備。栃木から栃木なんで車で1時間ぐらい。そんな近くにいて、栃木県北部の那須塩原市。あ、いいですね。塩原温泉に行きました。じゃあ、メンさん1点ぐらいどうですか。2点いいでどうですか。
客様にご案内いたします。これ最新版だから。すいません、ありがとうございます。